ご視聴ありがとうございます。今回も神話回りやっていきましょう。前回はネズミの回だったのよね。山へ向かってる途中でなんかネズミに絡まれてしまったんだよな。今回も向かうは山。歩いても歩いてもなかなか山にたどり着けません。一体いつになったら山にたどり着けるのか。でもちょっとだけ霊夢調べてみました。何やら最終回は近いかもしれません。マジか？最近やっと慣れてきたんだが。あ、じゃこう待たせ。ワンちゃん。ダムの水が枯れている。今ならここを通って山へ行けるかも。行こう。ジャコと一緒に行動するのは初めてだな。後ろからくっついてきて可愛いわね。あ、血だな。自分で言うのもなんだけど、慣れって怖いな。最初は血だけでもあんなに驚いてたのにね。今なんか黒いのいたな。まあずっと心臓もドキドキいってるから、何かはいるんでしょうね。せっかくチャコと行動できるようになったのに、もうすぐ最終回か。山に着いたら終わりじゃないかと思うのよね。なんかシャンシャン聞こえないか。誰か鈴でも鳴らしてんのかしらね。いやあの音はあれだろ。あーあれね、霊夢ちゃんとわかってんのか。おっこと主様でしょ。違う。お前ディフニーとヒブリはピーだぞ。なんかマリサの方が危ない気がしたけど、これは断り様ね。ちょっと久々な登場な気もするが、チャコ危ないから近づいたらダメだぞ。お化け目の前にお母さんみたいな言い方するのね。ワンちゃん。チャコダメだって。どうしよう。あのお化けに、ワンちゃんが。じゃ、チャコがお化けに襲われてしまったら、みんな悲しむぞ。悲しむどころの話じゃないわよ。あ、真っ黒黒してきたわね。だからヒブリはダメだって。今は死んでる場合じゃないんだって、鬼嫁直伝くるくるライト当て。あの敵ライトがダメみたいなんだけど、正面から当てないと意味ないみたいなんだよな。だからこれが一番効果的らしい。はるちゃん目回って大変そうね。これも全ては早くチャコを救出するため。チャコならしっかりしてるからきっと大丈夫よ。だけどこの胸騒ぎが止まらないぜ。きっと近くにお化けがいるからドキドキしてるだけよ。それも嫌だけどな。久しぶりにびっくりしたぜ。角ついてるシカお化けかしら。ちょっとよく見えなかったけど逃げよう。看板までもう少しだから頑張って。ふう、ここに隠れてればもう大丈夫。近くまで来たわ。早くあっち行って。また近くまで来たわ。え、どっか行ってくれないの？これじゃあ外に出れないじゃん。また来たわね。え、これどうすればいいの？え、増えた。今の音断り様じゃない？え？鹿のお化けいない。断り様が助けてくれたってこと。断り様って、敵なの、味方なの。今はそれよりもチャコだ。どこに行っちゃったんだろう。あー、断り様の正体とかチャコのこととか考えてたから、めっちゃ気抜いてた。心臓飛び出るかと思ったわ。追ってきてるわねー。敵なのか味方なのかわかんないよー。ちゃん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 、看板に隠れよう。ってチャコ？あ、チャコダメだって。近づいちゃダメ。チャコー。どこ行った？まだ狙ってるわよ。油断しちゃダメよ。チャコ、チャコ、あんなにみんなの癒しだったのに、あんなに勇敢だったのに、私はチャコを助けられないのか。チャコを死なせたら見てくれてる視聴者さんに顔向けできない。チャコは私の命に変えても守る。ぬおー。チャコ捕獲。チャコよしよし。
危ないところだったな。もうあんな無茶したらダメだぞ。チャコが無事で本当に良かったわ。しかし断り様、ハルちゃんを助けてくれたと思ったら、また襲ってきたわね。ああ、よくわかんないな。チャコは、きっとわかってるんだろうな。チャコには全てお見通しなのよ。また近づいてきた。行ったみたいだな。ワンちゃん。私が必ずユイを連れて帰るから。あなたはここから、逃げて。ほら。お願い。君が死んじゃったら、きっとユイが悲しむよ。ワンちゃんは、殺させないよ。もう怖くない。あなたなんか怖くない。私はユイに会いに行くんだ。ここを通して。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。